のドラマーを務めた1968年夏にクリス・スチュワートの後任となり、彼らの最初のフルアルバム、創世記そしてコンピレーションアルバム、アーカイブ1967から1975に登場している。彼は1969年8月にバンドを脱退し、コーネル大学で勉強するために離脱した後に、ジョン・メイヒューが変わって加入した。 シルバーは、オックスフォードにあるセントエドワードスクールで教育を受けており、ジェネシスは、オックスフォードの彼の実家でリハーサルをしたこともあった。シルバーは、妻のルーシーと子供たちのレオ、マックス、リビーと一緒に、ロンドンで生活している。シルバーは1980年代に、ロンドンのテムズテレビジョンで短期間働いた。1973年、アンソニー・フィリップス、 マイクラ・ザ・フォード、フィル・コリンズがシルバー・ソングと呼ばれるシルバーに捧げる曲を録音した。この録音と別バージョンの曲はフィリップスのアルバムに収録されている。シルバーはフィリップスのアルバムアーカイブコレクションボリューム2に登場する1973年のレコーディングファンタマスオープニングテーマに参加している。ありがとうございます。